ステップ2、secret sharing。まずは、secret をと、秘密なことなんですが、それが、リオシネットワークの上には、友達と一緒には、とシェアしたいと、配りたいことになってるんですね。ですが、まずは、secret って何でしょうそれはと、全体のネットワークのノードの中には、サブセットだけには全員、全員じゃなくて、複数のノードだけに情報にシェアしたいなんですが、 他のところには秘密にはしたい。例えば、こういうネットワークの上には、グリーン、この緑のところには、それが一緒には、シークレットをシェアしたいななんですが、それが、例えば、コーテンのビットの C、あるいは物理の状態をサイ i のことなんですが、他の灰色のノードには分からないようには、それがしたいんですね。それが目標。で、例えば、 3ノードだけの場合なんですが、A と B と C は、交点のビットをシェアしたい。まず、まあ、決めたいかな。それから、このネットワークの上には、例えばこの ABC のノードなんですが、その ABC のノードは、こういう、まずは、こういう量子状態を作らなければなりません。で、これが、皆さんご存知だと思いますけど、これが GHZ ステートで000、000プラス111の重ね合わせ。 それから左側のキュービットは A の持っているキュービット。真ん中は B を持っているキュービット。そして右側のキュービットは C の持っているキュービットでしょう。それから次のステップなんですが、A と B と C は各ノードがランダムのとナンバーをと選択します。用意します。そしてそれが0または2分の π になります。この2つだけの選択肢になりますが。 そして、それが A がアルファの状態のビットの乱数になってるんですが、0または2分の π。そして、B の持っていると乱数が β と呼び呼んで、それも2分の π か0。そして、C は γ を持っているんですね。そして、それが8つの選択肢にはなるでしょう。格ノードが2つの選択肢になってるので。そして、次のステップには、それが、 JHZ state はもう配っているでしょう。そして、各ードのところ A と B と C にはその乱数を使って、えっ、ー、と、位相をつけることにはなります。で、えっ、ー、と、これが、フェーズゲートはこういうゲートになってるなんですが、それが1と E の i、ファイ乗になってるんでしょう。う P カッコファイ0は,は0になってるんですが、P 括弧コファイ1は E の IφI1 になってますそしてそれがあと新しい状態なんですがそのゲート3つのノードは書くところ書くノードには、えっと、フェーズゲートかけている場合には状態が000プラス Eiα プラスベータプラス γ 乗、えっと、になるでしょうそれがもうあのかける11になります そして、最後には、まあ、まあ、あの、量子の場合の,の最後のステップなんですが、3つのノードととも、えっと、自分の持っているキューベットを X 軸で測定します。えっと、Z 軸じゃなくて、X 軸でま、えっと、測定しますが、ノード A の,の、えっと、測定の結果は A にな小文字の A になります。で、そのアウトプットは、プラス1かマイナス1になるでしょう。そして、B と C は同様になります。 そしてこれもアウトプットの,の,の,の結果はもしかして8つの選択肢もあるんですね。プラスプラス、プラス1、プラス1、プラス1、まあ、それからマイナス、マイナス、マイナスとかの場合もあるでしょう。さて、今まではコンツのビットを配りたいとの話してたんですが、それがえと A または B または C になる場合があります。 で、それが、えっと、測定のアウトプットになってるんですが。で、例えば C だったら、それが、もちろん、ノードの大文字の C はそのビットを持ってるなんですが、どうやって、えっと、皆さんには伝えないんで、A と B は知るようになるでしょう。そして、それが、えっと、やる手法としては、A、A×B×C×D には、それが、まあ、ビットの、ビット数なんですが、 それのアウトプットはプラス1になることには要求とします。それからその D のことなんですが、それがコサインのアングルがそれがアルファプラスベータプラスガマの角度のコサインになります。そして、まずは皆さんはアルファ、ベータ、ガマを発表するなんですが、 それだったら、ネットワークは誰でも分かるようになるでしょう。そして、まあ、進む場合のことなんですが、アルファプラスベータプラスガンマは、0か π になっている場合だけには進むことになります。それじゃない場合には、それが、その量子状態を捨てて、もう一回最初からやり直す。なぜでしょう、その最後のこと。 ま,あまずはその c o s i n プラスベータプラス u s マは、プラス1かマイナス1になる場合には、それが、えっと、この合計は0か π になっている場合だけなんですよね。そして、それが、えっと、それの掛け算の場合なんですが、a かける b かける c は、α スベータプラス u s マイコール0の場合には、それがプラス1になります。 パイになっている場合にはそれがマイナス1になるでしょう。そして A と B の間にはこれが新しいことになっているなんですが、プライベートのチャンネル、それ秘密のチャンネルでも必要になります。必要になりますで。それは A と B の間だけになっているのでそれが全体のネットワークではない。のでそれがまああの C の状態ができていたら新しいデータになっているでしょう。そして さっきの言ってた通りには ABC がプラス1かマイナス1にな,るになりますが A と B はもちろんそれがしてますので C のこと分かるようになるでしょう。そして A と B だけにそれが知るようになってますがそれで目的ができてるでしょう。で、それが A と B はノ C の持っている小文字の C のビットのことが 直接伝えてないのに分かるようになります。じゃあ、登場者はいるかも,しれないかもしれないんですが、それがどうやっていないとの、まあ、聞いてないとの証明になるでしょう。この ψ の状態は、それを、えっと、0、1の,の,の規定じゃなくて、プラス、マイナスの,の,の規定で、えっとえっと、書き直すな,なら、この8つのト e ムになっているのんですが。 上の,のと行と下の行はと違いがあるんですが、見えるんでしょうかまあ、その上の,のと行が、それが、even parity、それ偶数の parity になっているんですが、えっと、マイナスが、こっちの場合には0になっているでしょう。それが偶数。残りの3つは、全部は偶数になっているでしょう。えっと、マイナスが2つありますので。そして、下の行には、それが必ず、 一つか3つになっているので、それが奇数になっているんですね。それから α、α プラスベータプラスガマの場合には、それがイコールゼ0の場合には、イーブンのパリティだけになっているんでしょう。π になっている場合にはオールパリティだけでできるようになっているんでしょう。そして、測定の結果は完全にランダムになりますので、それが、えっと、秘密になっているとの証明になります。 さて、それが C だけは、まあ、それが秘密のビットなんですが、それが C の持っているでビットだけじゃなくて、もしかして A と B だったら、それもシメトリックになっているので、誰でも同じようなプロトコルできるようになります。そして、それが3つ目のノードの秘密のビットには分かるようになりますが、それが、その3つ目のノードは、 協力するかどうかには関係なくなるんですね。まあ、最初のプロトコルのステップ次第。そして、これが3人の量子鍵配送になってるんですが、それが2つのキュービットの E91 のプロトコルより拡張版になってるんでしょう。そして、エンノードの場合にはどうなってるんでしょうかね。それが、今までは2キュービットと3キュービットのバージョンがあったんですが、 半量のバージョンとしては n qubit の場合もありますでしょうかね。まあ、ありますが、それが、n、えっと、n-1 には、えっと、協力して、それが、えっと、最後のノードの持っているビットを、あの、計算し合えっと、できるようになりますが、n qubit の ghz ステー t は、えっと、繰り返して繰り返して作らなければならないんですが、それから、 古典のメッセージも多いので、これがまあプラクティカルになっているか、使いやすいになっているかどうかはちょっと微妙かもしれません。そして、これがえっと一番最初にはえっとセキュリティのアプリケーションの拡張版になっているのなんですが、次には別のポルトを説明、えっとセンシングのポートから説明したいと思います。